ございます。関西学院ビリクラブです。本日は関西学院大学のオープンキャンパスにお越しいただきまして誠にありがとうございます。外は暑いですので皆さんここで涼んでいただければなと思います。初めに演奏しましたサウンドセレブレーションという曲でした。我々10分ほど演奏していただくんですけれども、次の曲に行く前にですね、我々の部活の紹介を少しさせていただきたいなと思います。関西学院ビリクラブは関西学院大学の創立、関西学院の創立の10年後1899年に創立されました日本最古の男性合唱団です。現在では20名ほど今歌っているんですけれども、実際には部員は男性の部員が80名、女性の専属マネージャーが約20名いまして、全体では100名を超える部員で活動をしております。1年を通してコンクールに出場しているんですけれども、昨年は9年連続全国大会で9年連続の金賞、並びに全国1位、日本1位を獲得いたしました。今年も11月に全国大会が行われるんですけれども、そちらの出場権がもう決まっておりまして、今年も1位を目指して活動をしております。男性歌手と聞きますとすごい堅苦しいイメージがあるかと思うんですけれども、実は我々ポップスの歌を歌っております。続いてはルパン三世のテーマ、皆さんもご存知の方だと思いますので楽しんでおいてください。Thank you.
最後の演奏になります。最後は校歌「空の翼」を演奏いたします。昼からもまたたくさんイベントがあるかと思いますけれども、水分補給等をしっかりしまして、まあ、絶対今日は暑くなりますので熱中症に気をつけて、お過ごしください。本日は本当にありがとうございました。